お、その人がお前たちの友達か？そうだ、この先生こそが世界一鉱石と地質に詳しい人だ。大げさだな、多少その道に覚えがあるだけだ。俺が見つけた人も絶対に引けを取らないと思うぜ。まあここで言い合ってても拉致が開かない。彼が来たらその目で確認してみるといい。ここでいいんだっけか。お、来たか。紹介しよう、俺が見つけた助っ人クンジュだ。クンジュ、こっちは冒険者協会から来た冒険者で、こちらの先生は、往生堂の角形勝利先生。その名前俺も耳にしたことがあるぞ。聞くところによると知識が豊富で才能あふれる方だとか。まさかこんなところで本人に会えるとは。その顔どこかで、もしかして往生堂で会ったことが。いや、でも僕は往生堂に行ったことがないし。タイ、早速試してみないか。どっちが本物の専門家かを。そう言われてもどう比べたらいいのか俺には見当もつかないんだが。じゃあお前たち二人で勝負の内容を決めてくれ。勝利が勝ったら勝利に手伝わせる。逆にもし勝利がって勝利が負けるはずないよな。勝負いいですよ、望むところです。臆することなく望むか、いいことだ。あなたを一目見た時からこの業界の玄人だとお見受けしていました。でも僕より上かどうかは試してみないと分かりませんよ。なんだか偉そうだぞ。本当のことを言っただけです。それに僕にはこれくらいしか取り柄がないですから。つまりクンジュ殿は鑑定士なのか。いえ、そういうわけでは。実はその記憶が曖昧で、リーユエコーに何をしに来たかもよく覚えていないんです。ある日突然タイに声をかけられまして、僕が石を持ってるのを見て彼がいくつか質問してきたんです。それに答えたらここに来るようにと。そんな曖昧な状態で来たのかよ。俺がリーユエコーに来る途中、クンジュが何か言いながら石の手入れをしている姿を見たんだ。石についてすごく詳しそうだったんでな、気になって質問したんだよ。そしたら甲府の俺よりも石に詳しいときた。でやることがないんだったら俺のところに手伝いに来ないかと誘ったってわけだ。でも記憶が曖昧なのに大丈夫か？そこまでひどいわけじゃありません。それに石のことなら必ずお役に立てると思います。勝利先生、この石を見てどう思いますか？この石は外側が滑らかで、表面のひび割れは火山の噴火によるものだろう。俺の考えに間違いがなければこれは他国の石だ。なかなか鋭いですね。それもただの石ではない。殻が薄く線が黒い。おそらく中には良質な水晶鉱が入っている。ご名答。この石は火山の周りにあったものです。市場で見つけたので買いました。売り手はこの石の価値に気づいてなかったみたいですけどね。もちろん純度や質の高さだけでは珍しいものとは呼べません。お宝と呼べるような価値の高い水晶はその中に水や砂金を含んでいるんです。この石の中に隠されている水晶は形をなす際に水を含んだようです。水が夜の山々の満月のようにそこに隠され、空を映しながら流れ動く非常に珍しいことなんですよ。そんなに詳しく、まるで直接見てきたみたいな言い方だな。オイラたちをからかってるんじゃないよな。だってまだその石の中身を見てないだろ。いや、彼が言ったことは事実だ。水晶はそのほとんどが高温環境で生成される。高温と水は相性が悪い。そのため
水入り水晶は貴重な品だ。そしてこの水晶が含んでいるものはおそらく鉱山の湖の水、さらに珍しい。勝利までそう言うなら本当なのかも。勝利先生のような目を持つ方に会うのは初めてです。僕よりも詳しい。石の中の様子をどうやって知ったんですか？見識を深めていけば自然とわかるようになる。大したことではない。クンジュ殿もあまり気にしないでくれ。いえ、そんなことないですよ。これも何かの縁です。ぜひ僕とお友達になってください。タイ、勝利先生を一緒に連れて行くべきです。僕を信じてください。彼はすごい目利きの持ち主です。こんな人一生に何人も会えないですよ。わかった。人が多ければそれだけ力になる。全員俺と一緒に双眼巨炎の鉱山まで来てくれ。行方不明になった仲間たちを探してほしい。